はいどうも、実は友達に麻雀プロがいます。ミストです。はい、本日はですね、こちらのイチローコラボ第2弾のガチャと、こちらのハロウィンガチャ、どちらのガチャを引くべきかという話をですね、ラジオ感覚でしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まあ、特にもうこちらねガチャたち、どっちか一方しか引けないよという方がたくさんいらっしゃると思うんですよね。まあ、そんな方のねニーズに応えるべく、今からねベラベラお話ししていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧くださいということでね、早速結論から言ってしまいたいと思います。こちらの投手一郎 VS 秘密兵器サイリーは、博士層がある程度溜まっているよという方は一郎の方、溜まってないよという方はハロウィンガチャの方引いてほしいなというふうに思っております。はい、まああくまでね私の主観になりますので、そこはあしからずということで、まあもちろんね課金者の方はすでにね両方回してると思います。っていうか回しないという方はね回しちゃって OK です。うん、回し毒だと非常に思っております。はい、でどっちも引いてないよという方は、どちらかに手をつける前に、はい、ガチャ券の全部っぱこのタイミングでねしちゃってもいいんじゃないかなと思ってます。特に、まあ、SR ガチャ券以上ですね、はい、R ガチャ券 PR ガチャ券は、まあ、一旦置いといて、 SR ガチャ券以上だったらね今回しちゃっていいんじゃないかなというふうに思っております。まあ、その結果によって引くべきガチャを見定めるっていうのが、うん、いいんじゃないかなというところで、まあ、サーリーさん引ければねもうハロウィンガチャ引く必要ないですし、まあ、イチローの方引ければねイチローガチャスルーできると思いますし、まあ、そんなね、感じで立ち回るのはいいんじゃないかなというふうに思っております。まあ、ただ一郎はね SR1 枚だとサポート運用が精一杯になってしまいますので、うん、まあ、PSR とかで引けたらね、まあちょっとお話変わってきますけども、まあそんな奇跡はなかなか起こらないと思いますんで、うん、まあ SR ガチャ券とぶっぱしてサーリさんとかねルミナとか引けちゃったらね、もう万々歳かなというふうに思っております。はい、しかも今ね遠征の登場によってパワークエをやるね価値がぐっと上がったんですよね。はい、でパワークエの報酬にも結構ねSR ガチ券系がね多いんですよ。まあ激励の方見てみますか。まあこれミッションとかでいいか。まあすでに取っちゃったのもありますけども、はい、まあ、こんな感じでもう SR パワーチケとかねもうめちゃくちゃもらえます。はい、なのでこのガチ券とかをね回収して使っていくっていうのも全然ありかなというふうに思います。はい、ベストチーム報酬もありますからね、こっちでもガチャ券大量にゲットすることができます。はい、恐ろしいですね。しかもこれ激励じゃなくてね、このキューエントの方もありますからね。はい、まだ全く手をつけてないよっていう方はこれパワークイやるだけでマジでめちゃくちゃガチャ券集まると思います。はい、なのでこれはね集めて使ってしまうっていうのもありですね。はい、であと皆さん忘れてる方もねいらっしゃると思うんですが、はい、こちらですね。はい、2022年11月14日にサクセスシナルのハイスコアリセットされますよということで、はい、9000点チャレンジの SR ガチ券、はい、まあまだねやってないよという方はしっかり回収してあげてください。でそのね回収したガチャ券も今使うのありかなというふうに思ってます。しかもこれ11月14日にリセットされるんで、ギリギリねハロウィンガチャ間に合うんですよ。うん、リセットされてすぐ集め始めれば、まあ、1日も期間ないですけども、うん、集め切れば、まあ、30枚くらい溜まるのかな。はい、それでサリさんと狙うっていうのもありですね。はい、でまあそれをやっても出なかったよっていう方は、先ほども言ったね博士像が溜まってる方は一郎、溜まってない方はハロウィンというね、まあ感じでガチャを引いてもらったらなというふうに思っております。はい、でまあガチャの見解についてねこの後お話ししていくんですけども、この投手一郎ガチャに関しては、はい、副産物が一切ございません。うん、もうピックアップも一郎だけ、はい、ということでもう一郎単独で狙いに行く形になります。はい、これをどう判断するか。そしてハロウィンガチャの方、こちらは、はい、結構現環境で必須級に活躍してるキャラが手に入る可能性があります。はい、副産物といたしまして、まあ、メインにもねなりますけども、サイリさん、そしてイロハ、ルミナ、キジタ、オリベ、コバルト、この6体が今野手投手環境最前線で活躍している、うん、
ということでね、この6体を狙えるっていうふうに考えると、まあ、個人的にはね、ハロウィンガチャの方が、デッキを強化する意味では価値が高いんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、しかもですね、このハロウィンガチャなんですが、出現割合、まあ、サリとね、サイリと天守なんですけども、はい。ピックアップ 40% かかってます。はい、ね、道中に虹玉引ければ、サイリだけ引いて撤退っていうね、形も取ることができます。はい。で、その道中で運が良ければ、まあ、例えば30連目でね、ルミナを引けたりとかですね、この PSR の枠でたまたまね、はい、イロハが出たとかね、そういうね、ことが起こり得ると思いますんで、期待値を考えると、私個人的にはハロウィンガチャの方を回す方がいいんじゃないかなというふうに思ってます。はい。で、今回なんでねこのね動画を撮ろうかと思ったかと言いますと、あのですね、今コントロール141をね目指す環境になっておりまして、まあそれをする方がまあさても漏れるということでですね、はい、まあ3つのデッキが流行っております。1つ目がまあこちらですね、一郎ルミナ型のデッキ、はい、まあこんな感じのデッキですね。はい。で、2つ目が一郎キルア型のデッキ、まあこれが一番まあ結果出されてる方も多いかな。まあここキルアと一ルミナどっちか使うかはまあお任せしますがね。はい。まあ急速タックで変化ポイント入れるっていうのが強力ですよね。はい。サポートは、こんな感じ。はい。で、三つ目が、コントロール131なんですけども、五条先生と合わせ、神聖見つけ会を取れますよっていう編成ですね。はい。こっちは、クネミアをね、サポート入れられますので、サボり癖の回避ができますよということで、はい。この三つのデッキに通ずること、はい。もう、サイリさんがね、サポートで必須になってるんですよね。で、メインで一郎を使っていくということでね。まあ、これはもうね、フリート環境をどんどんね、まあ、ガチャ更新が来るたびに強くなっていくっていうのは、まあ仕方ないことなので、まあ受け入れるしかないと思います。特に一郎の介入によって、もうスタミナ上限枠をサリさんで補うしかないんですよね。はい、しかも、それプラスコントロール上限プラス4持ってるということで、サリさんの価値が一気に高まりました。はい、まあ海岸3回も強いですしね。というところで、サリさんの確保は、前イチローが出る前と比べるとかなり確保した方がいいんじゃないかなというふうに思ってます。まあ最悪イチローはフレンド枠でも固定するっていう考えも個人的にはありですね。はい、私はむしろそっち派の意見でございます。まあね、まあ課金者目線でもお話しますけども、この一郎の50を目指すのもめちゃくちゃ大変なんですよ。まあ200連で PSR1 枚確定なんですが、まあ、平均400連だと思うんですよね。400連って金額で言うと、優に10万超えます。はい。それはちょっとね、きついんですよ、我々も。ということで、まあ、一郎フレンドワーク固定でも全然いいんじゃないかな、というふうに思いますね。はい。で、将来性のお話を最後にしていきたいと思うんですが、まあ、メインでは圧倒的に一郎が輝きますよね。サブでも使えますと。で、サブっていうかサポートですね。サポートに関しては、もう圧倒的サイリさんなんですよね。だからもうメイン最強の一郎と、サポート最強のサイリがね、分かれてるっていう、今この二極化状況。非常に難しいですね。はい。なんで、これはね、どっちかを断定してこっちを引けとは言えないです。はい。最初に言った博士像の持ち具合で決めるのがいいんじゃないかなというふうに思っております。で、副産物も考えてもらって、まだデッキパーツ揃ってないよという方は、ハロウィンガチャの方を引くっていうね、まあ感じがいいんじゃないかなというふうに思ってますね。はい。非常に難しいです。引けるなら両方引きたいですけども、まあ年末も近いので、引けてもどっちか片方だと思うんですよね。はい。なんで、まあ今までね、話してきたことをですね、まあちょっとでも参考にしていただけたらなというふうに思っております。はい。ちょっとうまくまとめられたかわかんないんですけども、今回の動画は以上で終わりたいと思います。ぜひね、チャンネル登録したいという方はよろしくお願いいたします。では失礼します。See you!